こんにちは。ナナです。第71期王座戦挑戦者決定トーナメントの初戦が5月10日に行われ、中川八段に勝利し、ベスト8に進んだ藤井竜王。見事としか言いようのない将棋でしたが、ここから3連勝すれば挑戦者の座を手にすることができます。負けられない戦い。緊張しちゃう。それでも今期は当たり前のように挑戦権を手にすることになるんでしょうね。さて、中川八段との王座戦ですが、感想戦のトークも興味深かったのでご紹介します。ぼやきの声がこぼれる場面が多数発生する事態になっていました。この将棋は、先手が藤井竜王で87手をもって勝利しています。28手目あたりで、穏やかに駒組みを進めていたことについて、中川八段は、しょうがないよね、後手だから、ある程度はおとなしく。テレビの時は、奇策を放ちましたけど笑い。なかなか5時間だとね、としていました。テレビとは、2月の NHK 杯で、藤井竜王と戦った時のことなのでしょう。中川八段の言葉からは、持ち時間が少ない棋戦だと、奇策は効くけど、さすがに5時間もあると。簡単にクリアされちゃうから、無理だよねって言ってるんでしょうね。この時も中川八段が力戦形に誘導した将棋でした。ですが、藤井竜王の場合は往々にして1分将棋でも局面を正確に把握できるため、驚きを目的とするだけの手など全く効かないのが現状。簡単に見抜いてしまいますのでご用心ですわよ。30手目で1筋を無視して桂跳ねを急いだ7三桂については、思考を凝らしたけどとぽつり。あまり感触が良くないと感じていたのでしょう。この時形勢は先手藤井竜王に 54% と、依然として全くブレることなく AI は安定の先手押し。34手目力強い手つきで銀を上がった手について、中川八段は、初めは普通にやるつもりだったけど、いろいろ考えているうちにまっすぐ上がっちゃってダメになったかとこぼしていましたが、藤井竜王以外との対局でも当然いろいろ考えて進めるわけですが、特に竜王が相手の場合、勝手に相手がどんどん迷路にはまって脱出できない状態に突入していくから面白い。これを勝負強さというのかもしれませんが、その言葉がぴったりなのは、本来は渡辺名人みたいな戦略家のことを指します。ですが、藤井竜王は狙わずして成績が別格すぎるため、相手が勝手に怯えてしまうという不思議。藤井竜王は41手目でじっくり玉を囲む7九玉としましたが、感想戦ではこれに変えて2四歩も考えたとしています。ただこれだと後手4六角とされる変化が見えたので、本譜にしたともしていますが、中川八段はこれについて、実はは2四歩とくれば4六角にする予定だったとしているのです。藤井竜王は、相手が誰であれ手順を変えることはありませんが、それでも、相手の気持ちを見透かしているかのごとく、一つ一つの手を選んでいく流れに驚きます。ちなみに、佐藤義則九段も、まず2四歩が浮かんだ模様。攻め将棋だから、本譜に変えて、2四歩として横歩を取る変化を考えてしまうとしていますが、藤井竜王は、丁寧に、相手の動きを見ながら、完璧な受けを見せていったのです。そして、50手目で、中川八段は5四角としていますが、これについて、藤井竜王に6六歩と突かれる展開は最悪だと思って角を打ったんですけど、やっぱまずかったですね。5八金がぴったりだもんなと、つぶやいています。それに、藤井竜王は、どこかで、タイミングよくつければとしていましたので、確かに視点は合っていたのかな？57手目の先手7五同歩に対して、中川八段は冷静に丁寧にやられてみると、困ってますか、自分から動くんじゃ厚みが生きないから、一瞬の隙が命取りですからねとしつつ、やっぱり最後まで気にしていたのが6六歩。目に見えない6六歩に怯えていたから、つかないようにつかれないように気をつけていたんだけど、変化の中でチラッ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 チてね、すぐ負けちゃうから、6六歩突かれたら、
57手の検討で、中川八段が思いの丈を吐き出したところで、ありがとうございましたと一礼し、対局すべてが終了となりました。藤井竜王は、対局中も、丁寧に後手に付き合いつつ流れるような手順で必死を作っていきましたが、感想戦でも、中川八段の気持ちの整理に丁寧に付き合っていたような印象を受けました。相手が藤井竜王といえども負けると当然ながら何が悪かったのかについて、少しでもいいから答えを持ち帰りたいと思うのが正直なところでしょうからね。ここで伝えたいのは、勝敗に関係なく、いつも藤井竜王は対局後であってもかなり正確に局面の把握をしており、相手の上を行く読みをしているということが伝えたいのです。さすがにプロでも藤井竜王の棋譜を理解して再現するのは困難なことですから、棋譜を細かく伝えて、皆さんこの通り次の将棋で使ってみましょうみたいなことが目的ではないのです。今回中川八段は嫌な筋に持っていかれる6六歩をいつ突かれるかと怯えていたため、ちょっといつも以上に冷静な判断ができていなかったようなことが感想戦でわかります。確かに藤井竜王もタイミングが合えばその手も考えていたとしていたのであっているとは思うのですが、ただ見えている範囲が違うためやりたいことをやっているようで、実際は全くできていなかったというような将棋だったのだろうと思われます。AI 形成でもそれを表していました。藤井竜王がこの手だったら難しかったですと感想戦でつぶやくシーンもありますが、結局そんな高度な対応はできないのです。ですから本局だけでなく、勝つ将棋は特に嫌だった手が現れないことが多いんだろうなって感じます。嫌だと感じる手が現れても、実際はその先も読んでいるため竜王に対応されることが常ですしね。この状態で勝つのは非常に困難ですよね。ロキポの方で杉本八段は投了寸前の局面では次のようなトークがありました。もう先手玉が詰まない状態になっており、5二角まで打ちましたとしたところで、これは投了でもおかしくないですね。少し進めつつ解説をしながら、完全必死になって先手の玉が詰まされることがないんだと解説。王手はいっぱいかかるけど詰む可能性が全くないですねと、負けなしの状態であることを伝えていました。今回、藤井竜王は、はっきりと、詰ますというのではなく、必死をかけて相手を追い詰めました。王手がかかっているわけではないけど、必死の状態であるため投了やむなしということでした。必死とは、すぐに、王将を詰ますことができるわけではないですが、どこへ逃げてもいずれ相手の王将を取ることができると見込まれた状態、要するに詰ますことができることを指します。この対局ですが、今回は珍しくアベマだけでなく YouTube チャンネルテレビ愛知テレビ愛知ロキポで動画中継されており、そこでは杉本八段と室田女流二段が大盤解説を行うという藤井竜王には心強いスタイルになっていました。終わって気がついたので見逃し配信で確認しました。最後に杉本八段は次のように総括しています。さすが藤井六冠というか、序盤の少しのリードを着実に広げ、桂馬を跳ね出して一歩踏み出して下段に引いて55手目3四の角でとどめさしたようなものですからね。動いてないけど、この駒の潜在的能力が非常に大きかったので、今日は丁寧に丁寧に受けて、今日は大山15世名人のようでしたね。見事な横綱相撲というような感じでした。中川八段についても、中川流が見れた対局だったが、残念ながら、今回は力が出し切れなかった。本戦のメンバーを見ても実力者しかいない中に入ったことだけですごいと称賛していました。本当に中川八段は登山を趣味にされているだけあって、高い山があればそれを越えるために果敢にアタックする姿勢が見られ、すごいなと思います。それにしても対戦成績こそ中川八段は連敗していますが、藤井竜王との対戦が3回目だというだけですごい。
しかも最近の対局なんですよね。いや、さすがだなという感じです。大御所の貫禄ですね。最後に、将棋ファンの声を紹介して終わりにします。腰掛け銀ではなく、6四へ銀を上がったのは違和感はあったけど、中川流力戦の一環と見れば納得はいくもの。隙ありと見るや、藤井竜王は即座に機敏な仕掛け。中川八段は、金銀を盛り上がり右玉に構える、らしい体勢をとったものの、藤井竜王の自然な指し手の前に差は広がる一方。まるで、合気道の達人を見ているような気分に陥った。まさに王者の将棋。藤井竜王、王座戦長決トーナメントの1回戦勝利、おめでとうございます。本局は綺麗な藤井曲線でしたね。振り駒で、運よく先手となって、中川八段も角換わりに応じられて、藤井竜王としては、得意な流れで戦えたのではないでしょうか。最後まで危なげなく、持ち時間も、十分に余裕を持ち、まさに快勝といえる対局だったと思います。中川八段は、藤井竜王が得意とする角換わりを堂々と受けたので、歓喜があるというか、変な言い方かもしれませんが、厳しい環境にあえて挑むのはまさに登山家ですね。対局中の物理的な体の姿勢もそうですが、対局に対する姿勢も中川八段は清々しいというか、見ていて心が洗われる気分です。ともあれ、視聴者としては、久々に藤井竜王の角換わりを見れて嬉しかったですね。藤井竜王は、八冠全制覇に向けて、自局も突き進んでほしいです。見えないところで差をつけられた豊島渡辺さんがよく言うところで、ほんのわずかの AI でも、数パーセントのところの優勢な手を、差し続けられるのが藤井さんなんだから、そういう言葉が出るんでしょうね。相手としたら、どこが悪かったのかわからない。今日も、途中見たら相変わらず藤井曲線だったし、普通の棋士の対戦見ると面白いくらい上下にジグザグ。時には、山あり谷ありの評価値が藤井さんだとほとんどが勝ってる試合は、ゆっくりなだらかに優勢になっていく。このまま八冠も近い気がするけど、対戦相手も粘って、フルセットの試合が見たいなぁ。結果はともかく、中川八段のようなイケオジが、何度も藤井竜王に挑み続けるというのは本当にかっこいい。羽生九段と同様、中高年の棋士が若手に負けじと戦う姿は、現役生活の長い将棋界のイメージアップにもつながると思う。中川八段ですか、このあたりの世代は、若い頃は、みんな、対局に、闘志を前面に出して負けると悔しそうにしていましたが、今の30前後の世代は悔しさや闘志を押し殺しているように見える。とはいえ、NHK 杯や今は、亡きテレ東の朝の早指し選手権を見ていたくらいでも、今は、温厚なような木村九段や、5二銀の頃の羽生九段なんかだって、若い頃は相当尖ってましたよ。頑張れ。同じプロ棋士ですから闘志は感じましたね。中川八段は、人生を楽しむ棋士の一人。趣味の登山は有名ですね。温かい人柄と昭和棋士の気概を感じます。ただし、近年の AI 研究主体の将棋の研究に没頭する若手棋士との実力差は大きいのが現実です。渡辺名人も同じくですね。将棋に没頭するか、人生を多角的に楽しむのか。それは自由です。野球の大谷を見てみましょう。生活のすべてが野球です。他のプロ野球選手と違って当たり前ですね。将棋も全く同じです。このようなコメントが上がっていました。全力で若き天才にぶつかっていく姿には中川八段として伸び学が見えていました。勝負の世界は年齢が全く関係なく勝つか負けるかだけですから。認められるには相手に勝つしかないというこの世界の最もシビアな部分を見せてくれているわけです。藤井竜王がとてつもない記録を休みなく叩き出すことで棋界全体がレベルアップしているようにも見え嬉しい限りです。
back against the door. I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even care. Why don't